皆さんこんにちは、食品イベント担当の小田です。皆さん、阪急のデパ地下宅配弁当をご存知でしょうか。阪急ではおすすめする自慢の名店、専門店のお弁当ですね、ご自宅や会社にお届けする阪急のデパ地下宅配弁当。今日はその中でもですね、おすすめのお弁当をご紹介したいと思います。まずはこちら、名料亭七番厨房のこの時期だけのお弁当。こちら、季節ごで秋の訪れというお弁当です。名料亭ならではの上品な味付けを施した18種類のおかずを詰め込んだお弁当、栗や銀杏を使って秋らしさも取り入れた華やかな一品でございます。続いてのお店はこちら、なにわの味を現代風にアレンジするお弁当専門店ロクサイドです。こちらのお弁当、秋の行楽弁当です。鮭やサンマなど秋の魚、芋、栗、南京を使ったお惣菜、ご飯も真っ先ご飯と、まさに秋尽くしのお弁当でございます。続いてはこちら、京都の名料亭わらびの里の秋の娯楽弁当でございます。焼きナスやサンマなど季節の味覚をふんだんに使ったお弁当、梨のワインを使ったデザートも入って、最後までお楽しみいただける秋の娯楽弁当でございます。阪急のデパ地下宅配弁当では他にもたくさんのお弁当をご用意しております。これからの時期、行楽シーズンや、それから敬老の日、シルバーウィークなど、ご家族のお集まりが増える時期でもあります。ぜひこちらの阪急の宅配弁当をお使いいただいて、華やかな一日をお過ごしください。こちらのお弁当は、阪急オンラインショップでもご注文いただけますので、どうぞご利用ください。ではまた。ではまずはこちら、自慢のもう一回ご家族でのお集まりが増える時期、まだ秋の行楽弁当、もう一回